そこに猿がやってきて、カニに言いました。よろしなるぞ。種を畑に埋めて、牛の糞はけろな。うわ、うわ、うわ、さっきより出てる。市松人形2体、お水を備えしてやんねんな。左上がちっちゃめの手、右下が大きめの手。福島県会津のですね、小林閣さんというね、旅館に本日参りました。はい、こちらなんと座敷わらしが出るということで、こちら先ほどあの火の方をつけさせていただきまして、はい、焼き加減はお客様のお好みで、はい、中にお肉が入っております。お肉、はい、はい、でこちらお肉のタレです、はい、でこちら2つ同じお醤油なんですけども、はい、お造り用と馬刺し用でそれぞれで使い分けてください。なるほど、はい、お造りがわさび、馬刺しがこちらの赤いもの、からし味噌となります。はい、でからし味噌結構辛いですので、はい、お醤油に少しずつ溶きながらお召し上がりください。わかりました。はい、でこちら小津湯、会津の郷土料理の小津湯となります。うん、で本日こちら茶碗蒸しです。はい、でこちら蓋物となります。はい、ニシンの山椒漬けと、はい、で天ぷらなんですけども、はい、アルミの中に抹茶塩入っておりますので、はい、こちらかけてお召し上がりください。了解いたしました。はい、うわお、うわお、茶碗蒸し、わお、ホタテ、優しい。ああ、辛み、わ、辛味噌が辛くて美味しい。みょうが、何や魚、これニシンかな。うわ、みょうがと美味しい。ほとんど食べたことないけどな。この京板焼き鶏、うわめっちゃうまい。鶏が甘いよ。十割そばが出てきた。すごい色。こんな色のそば俺食べたことないわ。いただきます。そば食うぜ。まずタレなしで、あの韓国の冷麺みたいに歯ごたえ、うん、噛んでたそばの味が出てる。うまっ。今あのここの旅館のお姉さんに座敷わらし目撃談を聞いてるんです。黒いおかっぱの女の子だったんです。あ、本当、女の子。そうです、うん、洋服着てたんですけど、その時は、うん、で私のことを見つけて逃げようとしたんですけど、うん、私があの何を思ったのか分かんないんですけど、その時に座敷わらしちゃんって聞いたら、振り返って、うん、パーって笑顔になって、うんうん、あそこの提灯のあたりから座敷わらしさんが来たんですけど、私ちょうどそこにいたんですよ、うん、そこから私のところに来るまで走ってきたんですけど、うん、3回ぐらい変化して、うん、1回目がその先ほど言った洋服の白いワンピースみたいな女の子で、うん、2回目がちょっと背が縮んで、うん、顔が白塗りの、うん、おかっぱ頭の赤い着物着た女の子、うん、髪の毛は伸びてないみたいですけどね。かわいい座敷わらしの絵が飾ってある。男の子女の子いるみたいなんですよね。で3回目に肌色 の、うん、あのおかっぱ頭の着物着た女の子だったんで、赤い着物の、なるほどね、まあ、笑顔で、うん、オレンジジュース昨日くれたお客さんにありがとうって言っててっていうふうに言ってて、うん、その前日に、うん、本当でしたら吾妻御用松にお泊まりされたかったお客様いらっしゃったんですけども、うん、まあ、一時ネットで一番最初に、うん、あの見つけていただいた方にオレンジジュースいただいたので、うん、それでオレンジジュースが好きだっていうので、うん、皆さん結構オレンジジュースブームで一回あったんですよ。なるほど。はい、でそれで、ね、
私が入ってから、うん、そうですね、オレンジジュースその方に、うん、が多分持ってきてくださったんですよ、うん、それ聞きつけて、うんうんうん、でもそんなにして私がズマコイヤマツの前にありがとうございますとは言ったんですけど、うん、よほど嬉しかったのか、あ、本当、はい、じゃあ俺も後でオレンジジュース、いやお部屋の中です、わらしちゃんにフルーツ牛乳をお供えしてあります。ああ、ここここあのね、だからこれがもうマスカケ線、ほぼ両方マスカケなりかけてるから、はい、あのこれなる人っていうのが、はい、今私ここの2代目の方の手相を見ております。もう本当のお殿様やから、もう天下取ってる人が出る手相やから、うん、もうあなたがついで当たり前、うん、そうそうそう、あ、そうですか、うん、なんかこれが30半ばから今ぐらいに、この生命線からピュッと線出てるでしょ、はいはいはい、これがええことある年というか、なんというか、この線がだから芸能人で言ったら売れる年なのよ。ああ、なるほど。うん、これもぼちぼちやから、うん、なんかええこと、ここ1、2年ええことがあってもええねんけどな。大出世というか、なんかそんなことがあるような気が、あなたもここ目の形になってるし、この線の先ってここ3つまた分かれてるからね、あの辰吉君と一緒や、こっちも3つ、この線の先が3つまた分かれてるから、あなたもアゲチン、アゲチン、うん、じゃあ甥っ子になりますね、うん、あの子もアゲチン度がやばいから、あ、そうですか、うん、折ったら潤うわ、あ、そうです、素晴らしい手相です。だから一応まあこれマスカケダブル両手出てるから、あのすごすぎてアホならんようにだけあと気をつけて、わかりました、うん、子供もできて、もう子供もまあそこそこ大きなってきて、もう自分も店忙しくて仕事も忙しくて、ね、あ、なんか、俺幸せやな思える時期が今頃かもしれない。今はそうですね、うん、忙しいですね、確かに、はい、うん、現在夜11時、はい、館内撮影中でございます。わかる、かわいい座敷わらしの絵が飾ってある、男の子女の子いるみたいなんですよね。ロッキーさんは夜中に歩いても全然怖くありません。いや、ちょっと失礼します、失礼します、誰もいないねんけどね、ここちょっと甲冑と日本人形が怖いでしょ、うわびっくりした11時を指す時計の音が静かな館内に鳴り響くと、その時、これサルカニ合戦から読ませていただきます。昔カニの母さんがうまそうな握り飯を拾いました。石見が毎年なるぞ。カニは柿の種を畑に埋めて、くりと石臼と牛の糞は鉢の中に、牛の糞はドソーンと落ちて悪い猿を押しつぶしてしまいました。めでたしめでたし、うわ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 、さっきより出てる、うわうわうわ、本読んだ後の方が出てる、うわやっぱ館内、本読んだ後の方が出てる、俺の絵本読むのを聞きに座敷わらしが来てる、うわ上からふわっと、俺肉眼では見えへんもん、すげえ、うわすげえ、あのここの上から降ってくるんですよ、俺の部屋のは下から上がっていく、でも下から上がっていったり上から降ってきたり、うわ今横切った、うわこっちも映ってる、ほんま夜中の方が映るね、さっき映らへんかったんが、うわやっぱここすごいわ、これさ、暗くなってこうやってライトつけて映す方がもうくっきり、左上がちっちゃめの手、右下が大きめの手、これ一人がつけたんじゃないのよね、でその上にもちょっとつきかけのが2つぐらいちっちゃい
らにちっちゃい手が2つぐらいついてんねん。はい、11時半お部屋の中です。わらしちゃんにフルーツ牛乳をお供えしてあります。別に掛け軸のところ、あ、今オーブ映ったかも。スーッと上からラップ音がやたらするんすよね。うわー来てる。ちょっと空調の音だけ、これは切れないんですけども、暖房は今切っております。うわここここ。うわ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 。すげえ。すげえ。すげえ。こっちの方向だけ映る。うわわらしちゃん来てるな。ちょっと本本うわ映る映る映る。すげえ。肉眼で見えへんかな。うわすごいな。ちょっと読書しましょうか。じゃあ、名作中の名作、桃太郎読ませていただきます。昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おばあさんや、わしらにも子供があるといいね。ほんとに子供がいるとどんなに楽しいか。そう言っておじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。すると上の方からどんぶらこどんぶらこ大きな桃が流れてきました。この子に桃太郎という名前をつけました。その前に驚くと思うんですけれどもね、なんで桃から子供が生まれんねん。全くなんか別に違和感なく子供を受け入れるところがすごいですよね。ラップ音が鳴ってる。パオクレ、ハチマキとジッパって何や、お旗のことかな。どこへお出かけ、どこへお出かけ。鬼ヶ島へ、鬼退治に。そんなら私もお供いたします。お覚悟しろ。桃太郎は刀を抜いて飛び込みました。車を引かせながら桃太郎は帰ってきました。やっぱりわしらの子供は日本一の桃太郎。おじいさんとおばあさんは手をたたいて喜びました。つうかこのお宝なんかどっかからパチってきたお宝やと思うんですけれどもね、持ち主に返さなあかんやって感じなんですけど、まあそこはよしといたしましょう。はい、わらしちゃん、桃太郎のお話聞いてくれましたか。どうなんでしょうね。うわ、今聞こえました、ラップ音。足音が聞こえへんの。天井からやっぱりラップ音すごい聞こえるんですよ。オーブずっと映ってんのかな。はい、めっちゃもうオーブはもう飛んでますね。お下がりフルーツ牛乳をいただきますね。もう喉乾いてちゃう。喉も乾いてしょ。お腹減って死にそう。フルーツ牛乳ほんまに美味しい。ごめんなさいね、もう絵面がもう、あ、ちょっと映る、隣の、うわ、映る、めっちゃ映る、オーブゴールデンタイムですわ。うわ、俺このオーブ飛び交う中で、ベッドここですからね、寝床ここですからね。うわ、すげえ。はい、朝ごはんの時間です。もうこんな朝ごはん食べへんな。吉野家でなんかいろいろいっぱいくっつけてもこのぐらいにはならへんな。美味しそう、いただきます。